出た、稲妻イレブンスリーの新機能、必殺タクティクス。これが俺たちのボックスロックディフェンス。お前たちに抜け出すことは不可能だ。あれはただの戦術ではありません。まるで必殺技、まさに必殺タクティクスです。雷門中で津波が感じた箱の中に入れられている感じとはこれのことか。うお、来たメガロドン。これシンプルでかっこいいよな。すごいなんかベイブレードの必殺技でありそう。え、マジ先生決められちゃったけど。こんな簡単に1点取られるなんて監督の言う通りだわ。世界のレベルはすごい。出番が早まりそうだな。今のはチーム練習をしていれば防げたかもしれない。監督が練習禁止にしなければ。でもまだまだ試合は始まったばかりです。さあこちらのキックオフですよ。さあまず先生決められたんです。まだある。は、甘いな。みんなボックスロックディフェンスだ。くっ、またか。あれにはドリブルもパスも通じないのに。どうすれば。まだ気づかないのか。箱の鍵はお前たちの中にある。何キラーンってキーブレード出す。俺たちキーブレード使えるの、もしかして。箱の鍵、そう、まるで箱の中に入れられちまったみたいな感じだ。むむむ、箱4枚の壁。そうか、みんなボックスロックディフェンスを自分の部屋だとイメージするんだ。なんかやだな、なんか汚い。俺の部屋今汚いからなんかあんまイメージしたくない。ボックスロックは4枚の壁。部屋の中での特訓を思い出せ。つまりこういうことだ。にや、お、ダンシンボールエスケープ、ここで発動すんのか。やったー、ボックスロックディフェンスは打ち崩したぞ。かなり早かったね。まさか監督が練習禁止したのはこのために。部屋を敵のディフェンスを見立て攻略法を見つけさせるためだったのか。なかなか面白い監督だ。昨日絶対思ったら、俺も思ったもん今。この監督できる。俺も思ったんだから木戸くんも思わないわけないよね。取れよお前、せっかくボール奪ったんだから。木戸くん、ダンシンボールエスケープ使ったんだからさ。さあ行こうぜ、ゴーエンジ爆熱スクリューかますぜ。これが新必殺技、爆熱スクリュー。いや、いいね。で、俺爆熱スクリューよりストームの方がなんか強そうに見えるんだけど。じゃあグレートバリアリーフ、深い使ってきたね敵も。ナイスシュー。これで追いつくと、ゴーエンジの新必殺技で追いつくと。いや、やっぱりね、宿所だっけ、あの寝泊まりしてる前で急に爆熱ストームを、爆熱スクリューを覚えましたってテキスト出てもやっぱあんま迫力ねえからさ。こういう試合の中でせめてゴーエンジは爆熱スクリューを覚えたっていうテキストもう一回出してほしかったね。うん、じゃあフビ君行きましょうか。俺さ思うんだけど、俺ウルフレジェンドよりエターナルブリザード派なんだよね。こっち使うわ。あのエターナルブリザード発動する前の吹き荒れろっていうの好きです。ということでエターナルブリザード V2。 お、まだ使えるか、グレートバリアリーフ。やっぱさ、アレスオリオン編ではこの貝とか技進化がなかったからね、止められた。やっぱこの技進化あるよ、いいのね。あるよいいよね。なんか言葉が今ぐちゃぐちゃだったけど、あー取れそうだったな今これ。キドくん、ナイスキドくん。で、相手タクティクス使われたのでこっちも使いましょう。ダンシングボールエスケープ、負け取るやないかい、負け取るやないかい。普通にどっちもな。お、フォトンフラッシュ、これヒーローとのフォトンフラッシュマジで強い、有能だね。前線でブロック技覚えてんの本当に。ピカーン、フォトンフラッシュと太陽拳、ドラゴンボールのフォトン、うん、ドラゴンボールのフォトンフラッシュじゃない、稲妻イレブンのフォトンフラッシュとドラゴンボールの太陽拳はまあ似てるもの、兄弟技と言われてる技だから。よいしょ、 OK。 じゃあフィオビックリベンジといきましょう。ウルフレジェンド使いませんね。こういう時はバーニングフェイズ発動。でっでっでっ、さあということでウルフレジェンド、これ多分吹雪のね TP 切れちゃうと思うんですが、まあウルフレジェンド使えたんでね、ウルレ使えたんで、よーし、ナイスシュー。2点目いただきました。はっはっはっ、おいお前吹雪、ちょお前ちょっと下げるぞマジで。おいお前ちょジンベ交代したし、もうジンベ交代されてるし、キーパー越えはもうなめぷよそれ。となるとよ、シュート技覚えてる控えの選手、うーん、
君しかいないわけだ、クリマステッペ頼む。さあおー使ってきたね。ということで、ラッタッタララッと、ここいいんじゃない。おい、これブロック緑から頼むぜ。いや、ウォーターベル、さすがだね。ウォーターベル普通に強いからね。なんか初戦の敵で使っていい技ではないと思うけど、ウォーターベルはね、多分壁山でも止めれない。これはザ・ウォール、カイ、ナイス。ここブロックすんのでかい。さすが鉄壁の壁、壁山の名は伊達じゃない。このまま攻めていきたい。もう1点欲しいね。ちょっとこれ緑川龍二、栗松いっちゃう。これロングぶちかませ、水星シュート。相手はね、あのメインキーパーじゃないんで、ワンチャンいける。サブキーなんで、サブ GK なんで多分いける。栗松頼む、ナイシュー。あれやるね。お前さ、初戦で言う、あ、今あれよ、高円寺の次に栗松よ。お前次の新聞の一面、高円寺新時代のエースストライカーは栗松せっぺいっていう見出しになるぞ。おいおいおい、ちょ注目集めちゃってんね、うちの栗松が。よっしゃ、1点いただきでやす。しかも勝ち越しの1点だからな、チームとしてはマジで嬉しい1点。おい、ちょ俺ら栗松にちょ支えられちゃってるけど、やだな、ちょっとそれは俺のプライドに恥じるな。さあこれ、おーということで2対1、勝ち越したところで前半終了。まあ勝ち越し、おっ、虎丸後半頭から行くぞ。マジ後半虎丸来ちゃう。ははい、皆さんに迷惑がかからないプレーを心がけます。それから津波、お前は俺の指示を聞かず外へ出て特訓していたようだな。え、あ、バレてた。お前には責任を取ってもらう。津波、点を取れ。新たな必殺技でな。知ってるよ僕は、みたいな。僕は知ってるよ君、新必殺技覚えたでしょ、みたいな。ゴーインジと津波のこの差は何、扱いの。ゴーインジでもこういう風に試合の中で使ってほしかったわ。新しい必殺技、そんなのがあるのか知ってんのか。けど全然できてなくてよ。奴らを倒すにはどんな技がいるか頭にビジョンを描け。お前にはわかるはずだ。ヒントはあのフィールドにある。誰にだって自分だけのステージがある。行け、海はお前のものだと証明しろ。ヒント、なんだそれ。てか不動監督かっこよすぎでしょ今の。大丈夫なのかな。津波と虎丸をフィールドプレイヤーにしてください。まあこれはもう、これ下がってもらいましょうか。もう下がってもらいましょう。これはで津波で点を決めろとかありそうなんで、こうだね、うん、これでいきましょう。さあということで、後半相手ウォーター変えてきたね。ウォーターはあれか、ミッドフィルダーの選手かな。では後半やっていきましょう。そう簡単にボールを渡してたまるか。もらった、ナイス。すごい、あの虎丸とかいうやつあっという間にボールを奪ったぞ。ドリブルもめっちゃ速いで、いっけ、そのままシュートや。あとお願いします。え、オフサイじゃない、これオフサイじゃない、今の大丈夫。え、今のはオフサイじゃない。グレートバリアリーフ使ってきたね。でもこれ TP 減ねえからな。あー惜しい、あのアホ、なんで自分でシュートせんねん。今のキーパー技、水の壁、見えた、あの波を乗りこなす方法が。おい、ボールを俺に回せ。見えたんだ、今ならあの波を乗りこなせるぜ。津波はノリノリ、 TP が全回復した。津波にシュートを打たせよう。乗りっちゃってる、今津波ノリノリっちゃってる。もしかして俺と一緒だな。ちょっと待って、これちょ、津波 TP 全回復したらしいんで、ゴーエンジとの差はなんだ、この扱いの差は。おい、ゴーエンジも今爆裂モヤモヤファイヤーファイヤーだって。ないのそういうの。わーっと、これ遠藤君止めてもらおうか。正義の鉄拳、こんぐらい止めてもらわんと。メガロドン、まあまあ、さっきのね、ジョーンズじゃないんでこれは止めてもらわない、頼むよ。我らが稲妻ジャパン正ゴールキーパー遠藤守れ、よいしょ。おー、ちょあれよ、もう試合の評価的には遠藤君栗松より低いよ今。頼むよ、うちのキャプテンこと正ゴールキーパー遠藤守、稲妻イレブンの主人公頼むって。本当にこれ多分さ、津波でシュートできなかったら、あの試合終わるでしょ。お、津波グー、いや取れんな。オッケーオッケーオッケー、チャンスボール、チャンスじゃない。でスーパー仕込みあったろ、こいつ強ない、上手、こいつ仲間にしたいね。
さあ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 、ちょ今ね画面がワンチャン止まったかもしれないんですが、すいません。ナイスベアマン、やっぱお前だわ。ちょっと津波にマジパス回さないと終わる試合、俺も終わるし試合も終わる。ここ、いや、うわー、うおー、津波バカだれー。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、お、ナイスチャンスボール、んー、いけ、いくぜ、これが俺の必殺技、ザ・台風だー。おお、また回復した、また回復した、ずっと回復する、俺チート使ってる、かっけーわ、かっけーわ、ザ・台風、これよ、これよ、津波と言ったらお前にザ・台風止められるから、ナイスショー。いや完璧な勝ち方だろこれ、やったな津波、よっしゃ、どうだ、俺に乗れねえ波はね。まさか工藤監督はこうなることを見抜いていたというのか。いや、おっと、だん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 と工藤君、あれ実はこの監督頭いいのでは、にや、この監督実はやれるにや、絶対思ってるわ。パス出して、パス出して、お、完璧な、完璧なパス回し、これがダイレクトスルーパス、いいね、いいね、やばい、これが新たな新必殺タクティックス、ダンシン、うわ、ホエールガード、懐かしいわ、うわうー、うわうー、キノピオ、キノピオの物語かな今の、これ、ナイス、パスコース読んでたよ、待ってたよそのボール、おい、オッケー、風丸、うわい、ナイスファール、今のはつられたな、我慢できなかった、試合終了間際お前は我慢できなかった、お前のせいでお前のチームは負けるんだ。おい、キド君、ナイス、じゃあラスト1点決めていきたいね、ゴーエンジ君、ということで3対2、危ないね、ギリギリの勝利、稲妻ジャパンの勝利です。デレレレン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 、負けたよ、どうやらジャパンの波を甘く見ていたようだ。おう、分かりゃいいんだ、今度は一緒にサーフィンやろうぜ。オッケー、アジア地区予選俺たちの分まで勝ち抜いてくれよ稲妻ジャパン。ちょっと引き抜こうぜ、マジドルフィンかっこよすぎでしょ。スポーツマンシップちゃんとあるね、よいしょ、めちゃめちゃレベル上がったし、風丸なんか覚えたし、なんだい風神の前、わー、宝箱取り行きたいよ、そこの左上の宝箱取り行きたいけど、ただいま、まずは初戦勝利と、ライモン理事長も喜んでるんじゃないのかね。諸君、アジア地区予選初戦突破おめでとう、よくやってな。はい、ありがとうございます。俺たちがオーストラリアに勝利できたのは監督の采配のおかげです。あなたはチームをダメにするような監督じゃない、桜木中で何があったんですか、話してください、俺はちゃんと信頼できる人にチームを任せたいんです。ずずしいな、ちょっとひどな、ちょっとずずしいな、クド、もういいだろう、こいつらに話しても、響さんがそう言うならば、10年前、クドが桜木中サッカー部の監督をしていた時のことだ。クドの指導により桜木中はフットボールフロンティアの決勝まで勝ち残った。だが最強のチームとの決勝前日、部員たちは対戦相手と喧嘩し怪我をさせてしまった。最強のチームとは帝国学園、おそらく影山が仕組んだのだろう。影山が？事件が明るみに出ればサッカー部は無期限に活動停止になってしまう。工藤はこれ以上事を大きくしないでくれと頼み込んだ。だが相手は聞き入れなかった。そして工藤はチームを守るため自分が問題を起こしたことにして決勝を棄権した。なるほどな、そういうことか、男だな。あれから10年、ようやく工藤の指導者資格の停止処分が解けた。俺は工藤に日本代表監督を頼んだ。だがこれは決して同情ではない。処分中も工藤のサッカーへの情熱は衰えず研究を続けていた。その熱心さに俺は惚れたのだ。彼こそこのチームに必要だ。今日の勝利で俺の判断は間違っていないと確認した。ありがとうございます。ですがまだまだこのチームは欠点だらけです。お前たち明日からさらに特訓を厳しくする。わかったな。遠藤君に関してはもっとビシバシやってほしいね、うん、こいつ一本シュート打たれて一本も止められなかったから、うん、もうゴールキーパー自動ドア、こいつのあだ名自動ドアよ。
これで彼らの2回戦の相手はカタールに決まったね。これさ、俺左ずっとあれクリマツだと思ってたんだけど、みんな知ってる？これ実はめちゃくちゃ強い選手なんだぜ、こいつ。左側のクリアタマ、このルカっていうさ、いつもこのクリアタマの横にいる人、こいつもなんか強いかなと思ったんだけど、なんかあんま深く語られなかったよね。日本か、名前出てきたし。だがまだまだ問題の多いチームなんだ。問題点？まだ本気を出してない奴がいるということだ。そんな気持ちで世界に挑む以上、彼らは負ける。トラマル、お前なぜあの時自分でシュートを打たなかった？俺まだゴーンジさんの足元に及ばないから。お疲れ様でした。待て、止めろゴーンジ。そこ止めて胸ぐら掴んで一発ほっぺたにパチンと。ふざけんじゃねえ、俺たちは命かけてやってんだ。おーいゴーンジ、テク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 、そろそろ帰らなくていいのか？ゆうかちゃんのお迎えに病院へ行くんだろ。ああ、今から行くところだ。ゆうかちゃんによろしくな。これ遠藤秀たちに気づかないんだな、意外に。トラマル、お前がシュートを打たないのは本当にそんな理由なのか？お兄ちゃん、今日のサッカー勝ったんだね、おめでとう。ゆうかもテレビの前でずっと応援してたよ。おいおい、ゆうか、そんなに動いて大丈夫なのか？やっと退院したばかりなんだからな。しゅうや、来てたのか。父さん、あ、お父さん、今日のお兄ちゃんのサッカーとってもかっこよかったんだよ。サッカーだと？まだあんなくだらない遊びに夢中になっているとか。それじゃあお兄ちゃんは合宿所へ戻るからな、いい子にしてるんだぞ。うん。シュウヤ、待て。シュウヤ、約束は覚えているだろうな。はい、父さん。一方その頃、さまざまな地で FFY 世界大会の進出チームが決定しつつあった。イギリス。何、あれラグビーのあれ、墓とかそういうの見るために V の字になるやつ。ナイスオブクイーンはこの予選で相手に一度もボールを奪わせない完全無欠のプレーでした。キャプテンでエースストライカーのエドガー・バルチナスがサポーターに手を振っています。キャーエドガー様、皆さん、この勝利は我々に夢を託してくれた全てのイギリス国民のもの。 FFY 世界大会でも必ずや勝利を掴んでみせましょう。おい、なんかあれだな、罰ゲームで頭バリカンで剃られたキーパーいたぞ今。アルゼンチン。うん、レオーネ・テイルスだろ、あれ。レオーネ覚えてるぞ、俺。おい、マスター、ステーキもう一皿追加だ。うひょ、テレス、まだ食うのか。お前らも食え。今日は俺たち、ジ・エンパイアの FFI 世界大会進出祝いだ。世界には強い奴が腐るほどいる。食って力をつけて、軽く遊んでやろうぜ。おう。よし、わかった。そういうことなら、今日は店のおごりだ。じゃんじゃん食ってくれ。話がわかるじゃねえか。それじゃあ、ステーキもう10皿追加な。うひょ、店潰れそうだわ。待ってろよ、世界のやつら。ナンバーワンは俺たち、ジ・エンパイアだ。2回戦の相手はカタール代表デザートライオン。俺たちが全力で挑もうとする中、何かがトラマルの心を閉ざしていた。次回、トラマルの秘密、悲劇のエースストライカー。何があったんだ、トラマル。いや、次回予告で鳥肌立ったわ。